皆さんこんにちは。本日は第6回ランディーズ定期演奏会にこれだけ多くの皆さんお越しいただきまして本当にありがとうございます。はじめましての皆さん、本当にはじめまして、今日はようこそお越しいただきました。そして、1年前また再会しましょうとお約束して1年ぶりに来てくださった方、みんなそうですよ。約束を守っていただいて本当にありがとうございます。ランディーズの方も約束を守り、全員健康で今日ここでステージを迎えることができました。本当にありがとうございます。今日はまだ綺麗な桜の絨毯が敷かれております。その中を来ていただいて、桜の花言葉は非常に優れた美人、美しい人、そして、純潔のある人だということです。今日は400人近い、純潔で聡明な美人が集まっていただいて本当に嬉しく思っております。まずは、こちらの、ランディーズ定期演奏会、実行委員長の藤井正弘69歳からお挨拶を申し上げます。元気に駆け上がっております。あれ69歳で青年で、皆様、1年間のご無沙汰でございました。玉置博史風に言いますと言われます。今お笑いになった方は玉置博史ご存知だと。私も69歳でございました。玉置博史をよく知っております。先ほど、総合司会の荒木さんに言いましたように、桜が咲き残ってくれました。第6回のダンディーズの演奏会を祝福するように、昨日はですね、本当満開だったんですよ、ここの桜。夕方からだったかな、風と雨が降って、ああこれはもうダメだな今日はと思っていたんですが、咲き残ってくれています。メンバー、それから実行委員会は半年前から、メンバーは1年間をかけて今日の日のために、素晴らしい演奏をお聞かせするためにずっと頑張ってきました。年に1回の大きなイベントです。ぜひ皆さん、楽しんでお帰りいただきたいと思います。恒例になりましたがですね、ちょっとお時間いただきまして、毎年、義援箱を設置いたしまして、義援金を、去年はですね、毎年行っているのが南三陸町、それから去年は、熊本県益城町、それから熊本県庁、熊本県の西原村、それだけに皆さんの常在といいますか、ご好意をお送りさせていただきました。令状が来ていますので、またちょっとお時間いただきましてご紹介したいと思います。すいません、69歳の南三陸町佐藤仁志様、平素より町政の推進に格別のご後輩を賜り、また現金のご支援をいただき誠にありがとうございます。さて、本町では被災者の生活再建と産業再生に向け、にぎわいの創出を図るため、商店等の整備を行い、復興のさらなる加速化を推進してまいります。住まいの再建に関しましては、今年度中には災害公営住宅が全て建築される予定であり、防災集団移転事業についても順次宅地の引き渡しが行われている状況であります。引き続き被災された町民の方々が安心して暮らし続けられる安全な町づくりの実現のため、町民の皆様と共に町の復興に全力で取り組んでまいる所存であります。皆様のご支援に深く感謝申し上げますとともに、機会があればぜひ南三陸町に足をお運びいただき、復興の様子をご覧いただきたいと思います。平成28年5月20日に、令状が参っております。もう一件、益城町長西村博則様から、28年5月21日、義援金ありがとうございました。被災した町民のために大切に使わせていただきます。以上、ご披露申し上げましたが、皆様のご常在は今回もまた熊本、何さんでいくだっけ南三陸町
送らさせていただきたいと思います。貴重な時間を使いましてご紹介させていただきました。それでは、今日一日、ゆっくりお楽しみくださいませ。どうもありがとうございました。続きまして、本日ご来賓の方がお越しになっております。伊豆市教育長西井信義様よりご挨拶を賜りたいと思います。西井様、お願いいたします。皆さん、こんにちは。まずはダンディーズの皆さん、第6回定期演奏会の開催おめでとうございます。会場に入ってきまして、そして今もびっくりしてます。ほぼ満席の状態で、こんなにダンディーズの演奏を楽しみにしている皆さんが大勢いるんだな、そんなことにまずは驚きました。私自身は音楽にそんなに詳しい方ではありませんで、なかなかいろんな演奏を生で聴くという機会はあまりありません。経験もありません。CD とまたはラジオから流れる音楽、その程度しかあまり楽しまないんですが、今回こうやってジャズ演奏会に招待していただいたこと、とっても嬉しくて、昨日から今日というこの時間を楽しみにしてきました。ジャズというのを生の演奏で聴くっていうのはどういうことなんだろうか、そんなことを楽しみにしながら今日ここへ来て、そしてこんなに大勢の皆さんと一緒に演奏を楽しめるんだ、そんなことがまた会場に入ってきて一つの喜びでもありました。どうか一緒に楽しみましょう。楽しんでいきましょう。以上です。西井様、温かいお言葉ありがとうございました。先ほどご挨拶遅れましたけれども、藤井の方から紹介していただきました。本日、司会を務めさせていただきます荒木のゾンさんです。どうぞお気軽にゾンさんでお呼びください。お願いします。会員に先立ちまして2つほどお願いがあります。普通コンサートですと、写真はお断りしたりしておりますが、ここでは大いにフラッシュを焚いてバシバシ写真を撮っていただいて、ただブロマイド販売だけはしないでいただきたいと思います。それから、今西井さんもおっしゃってくださったように席がほぼ満杯でございます。万が一また後から遅れてお越しになるお客様がいらっしゃいましたら、どうぞお席を譲り合って、空いているところここ空いているよとご指示いただければ幸いです。お膝の上まで乗っける必要はありませんので、一人一席でございますから、そこはよろしくお願いいたします。それでは待ちに待ちました第6回ダンディーズ定期演奏会を開催させていただきます。まず幕開きの曲はブルースオンパレード、そして2曲続けてブルースオンパレードに続きまして、オングリーンドルフィンズストリート、青いイルカ通りという曲をお送りします。1947年にアメリカ映画大地は怒るという映画の主題歌になりましたオングリーンドルフィンズストリート、青いイルカ通りですが、実際に英仏海峡の小さな港町、イギリスの港町にこの青いイルカ通りはあるそうです。ある日このグリーンドルフィンズストリートで恋に落ちた、恋を通してこの通りを通るたびにあの時のことを思い浮かべられる。伊豆市でいうと戸井地区の港町、海辺の通りのことでしょうか。思い浮かべながら聴いていただければと思います。ブルースオンパレード、そしてオングリーンドルフィンズストリート、ザ・ダンディーズ。
白亜紀の曲ブルースオンパレード、そして1曲目はオングリーンドルフィンズストリート青いイルカ通りという曲をお送りいたしました。青いイルカの姿思い浮かべていただけたらありがたいです。さあ次の曲ですが、サテンドールという曲をお送りいたします。サテンというのはご案内のように、例えばダンスパーティーとかカクテルパーティーでお召しに、ご婦人がお召しになるようなシュスを素材とした生地のことでございます。その、キラキラした光沢のあるドレスに使う生地をまとったご婦人をこの曲では描いています。特にピアノの奥野俊信が、この貴婦人をピアノの鍵盤で描いております。サテンドールを思い浮かべながら聴いていただければと思います。サテンドール。
ありがとうございました。サテンドールという曲をお送りいたしました。綺麗なドレスを着た素敵な貴婦人が思い浮かべられたでしょうか。ピアノ奥野俊信。続きましてお送りする曲はゴールドフィンガー99という曲でございます。往年のジャズのナンバーではございません。最近のヒット曲ですね。この名プレイヤーのダンディーズは何でも演奏しますから、ここではプエルトリコのヒット曲、そして郷ひろみさんが日本語で歌ったゴールドフィンガー99をお届けしようと思っております。1999年プエルトリコの歌手リッキー・マーティンがリビンダ・ビダロカという曲、クレイジーな人生という意味ですが、その曲を大ヒットさせました。同じ年この曲を聴いた日本の国民的歌手郷ひろみさんが、ぜひ自分もこれを歌いたいということで、日本の著名な作詞家菅仁波さんという方に訳詞をお願いしました。そしてかの有名なアチチのフレーズが生まれたわけです。今日は、ゲストとして、国民的歌手郷ひろみさんをお呼びしたかったんですが、なかなかちょっとした都合が合わず、代わりにですね、伊豆を代表する郷いずみさんという方が出てくると思います。郷いずみさんに代わりに歌っていただきたいと思いますが、郷いずみさんからくれぐれも皆さん一緒に手拍子をしてください。それから、座ったままで、エコノミー症候群にならないように、あちちあちと、ここだけは一緒にやってくださいとおっしゃってます。ちょっと皆さんやっていただいてよろしいですか。あちちあち、なんか柏でのようにも聞こえますね。あちちあち、素晴らしいですね。ちなみにこの振り付けですが、郷ひろみさんが自ら考案されたそうです。このあちちあちちというのを聞いて、なんかおせんべいを裏返すときにあちのような感じがしたということで、あちちあちということがエピソードとして聞かれております。それではちょっと舞台袖で支度しております。郷いずみさんを呼んでまいります。ちょっとだけお待ちください。郷さん、支度バナですか。ちょっと待ってください。郷さん、お住まいはどちらですか。牧野郷。それでは、お支度が済んだようです。ザ・ダンディーズ&郷いずみ、ゴールドフィンガー99。
ました。さよなら皆さん、また来年。上手なんだよ。誰か来ましたか。ちょっとそれで次のシナリオを勉強しましたので、集中力おさまで帰ってみたいですね。なんで私が息切れてるんだろう。どうもありがとうございました。ゴールドフィンガー99ザ・ダンディさんの郷泉でございました。ありがとうございました。続けてお送りする曲ですが、知床旅情という曲をお送りいたします。皆さんよくご存知なのは、森重久彌さんが作詞作曲されて、加藤登紀子さんも歌われていた非常に情緒豊かな三拍子の曲ですが、ここではそこはザ・ダンディですから、ジャズアレンジの知床旅情をお送りしたいと思います。皆さんよく博学でいらっしゃいますからご案内だと思いますが、念のためにお伝えすると、知床旅情の知床半島、これはアイヌ語で知床というのが知床になったそうです。知床というのはアイヌ語で地の果て、一番北のところ、岬の先端という意味だそうです。文字通り知床半島はそんな日本の本当の先端にある美しい美しい半島ですね。今日の知床旅情ジャズアレンジでは、あたかも知床半島、あるいはこの伊豆半島をドライブするときに聞くとぴったりのようなアレンジになっております。どうかドライブしているご自分を思い浮かべながら、この知床旅情を聞いていただければと思います。ザ・ダンディーズアレンジ知床旅情。
ザ・ダンディーズジャズバージョンによる知床旅情いかがでしたでしょうか。ドライブ感ありましたか。昔でしたらね、カセットテープなんていうのがありまして、車にカセットデッキがあってこういう音楽を積んでドライブができましたが、今は CD になりそして USB になり、どんどんちっちゃくなっちゃってもう見えなくなってしまいましたけどすごいレコードジャケットとかああいう見える世界もいいですよね。今でも一回りしてまたレコードも少し復刻してるみたいで、レコード世代としては嬉しく思っております。先ほど桜満開のもとということで、私も実行委員長のじいさんもお話をしましたけれども、桜というのはなんでこの日本にこれだけ広く分布されたのかというのを調べてみましたら、もう神話の世界までたどり着きまして、皆さんよくご存知の神話の本当の大元の神様、アマテラス大御神の、その大御神のお孫さんで、この花咲夜姫という、この人は海幸彦、山幸彦を生んだ方ですけど、この粉花咲夜姫がある日富士山の山頂から桜の種を神話の中でですが日本中に撒いたと。それで咲夜姫の咲夜の種が日本中に咲いたので桜になったという説があります。日本のこういう伝説とか大和言葉とか、私は個人的にとても好きで、横文字も縦文字もパソコンも素晴らしいんですけども、やっぱり日本の大和言葉をとても大切にしたいなと個人的には思っています。そういう意味では桜はとても誇れるお花じゃないかなと思います。さて次の曲も、お花の題名がついている曲でございますが、ひまわりという曲です。1970年にイタリアとフランスとソビエトの合作映画として作られました。イタリアの名俳優、名女優マルチェロ・マストロヤーニとソフィア・ローレンが主演を務めました。戦争の悲惨な状況によって愛し合う夫婦が運命が引き裂かれて非常に悲哀に落とし込まれるという悲しい映画でしたけれども、この映画のエンディングシーンでとても広大な広いひまわり畑が印象的に描かれたのが今でも心に残っております。ご覧になった方はきっとこれからお聴きになるこの演奏を聴いてまたひまわり畑を思い浮かべられると思いますし、ご覧になってない方もぜひひまわりの畑を思い浮かべながら聴いていただきたいと思います。前奏のこちらのギターによります甘いギターの音色から入って、トランペットの切々としたソロ、そしてピアノソロ、サックスへとコンビネーションがあたかもイタリアからソビエトまで旅をするソフィア・ローレンの心情を描いているような音楽でございます。ひまわり。
ありがとうございました。ひまわり畑が目に浮かんでいただいたでしょうか。とても素敵なひまわりだったと思います。トランペット箕輪秀則、ハワイギターの調べ木下茂雄、トロボーン野田和夫、トラサックス高島康弘、トラサックス高島康弘さんでした。ありがとうございます。次の曲はベサメムーチョという曲でございます。スペイン1940年ですから昭和15年ですね。ベサメムーチョというのは、キスミーベリーマッチという曲で、私にたくさんキスをしてという意味です。ベサというのはスペイン語でキスのこと、ムーチョというのは英語のベリーマッチのマッチですね。なんとこの曲、その昭和15年1940年にコンスエロ・ベラスケスというお嬢さんが、ティーンエイジャーのお嬢さんが作った曲と言われております。私にキスをして、たくさんたくさんキスをして、今夜は最後かもしれないから、私にキスをして、たくさんたくさんキスをして、あなたを失うのが怖い、この後あなたを失うのが怖い、こんな詩をスペインのティーンエイジャーのお嬢さんが昭和15年1940年に作ったんですね。今日はダンディーズの粉花咲夜姫、歌のミューズ村松ひとみがこの歌をお届けいたします。村松ひとみでベサメムーチョ。
in all my dreams come デサメムーチョ、私たくさんキスをして村松ひとみでした。毎年私は個人的にこのひとみさんのドレスを拝見するのがとても楽しみで、今年はボルドー色の素敵でサテンドールですね。そうですね、やはり例年通り今年もフランスで採寸されてお作りになりました。そうですね。さあ、そんなひとみさんですが、もう一曲歌っていただきます。アニメーションが大好きなお客様にはとても喜ばれるのではないかと思いますが、ルパン三世という有名なアニメーションがあります。モンキーパンチという北海道出身の方が描きになった漫画が非常に長寿でアニメーションになって描かれておりますが、このモンキーパンチ先生ですけれども、非常に勤勉な方で66歳でもう一度大学に入り直して、自分の学部が気に入らないということで一から勉強されたというとても勤勉な方です。そのモンキーパンチ先生が描かれたルパン三世愛のテーマ、1977年に千家和也さんが作詞し、大野雄二さんが作曲いたしました。風に髪を解かれお休みの口づけを、愛を胸に抱いて震えて眠れ、ルパン三世愛のテーマ、村松ひとみ。Thank you.
で三名部長、そして2番参戦、アイドルテーマ、村松ひとみでございました。ご一行ワインの里山をお届けしていただきます。村松ひとみさん、ついにファーストアルバムを出されました。ジャパニーズスタンダードインジャズというアルバムで、日本のスタンダード童謡唱歌をオリジナルのアレンジで収録しております。ふるさと、羽生の宿、浜辺の歌、宵待ち草、おぼろ月夜、牡丹の光、全6曲、シンプルな中に真のある美しさを追求した珠玉の一枚が、なんと本日、受付で1000円で販売しております。ぜひ皆さん、お休み前の一曲として、お守りとしてお求めいただければと思います。また、後半でも歌わせてください。村松ひとみ。とても素敵なジャケットです。ジャパニーズスタンダードインジャズ、ふるさと、ひとみ、村松、ちょっと世界の大好きさまですね。さあ、第1部もお開きの曲になりました。実は私、いつも楽屋でですね、この素敵なミュージシャンたちが、楽屋で本番までの準備をするのをただひたすら赤いこのちゃんちゃこみたいなの着て並んでいきます。ちょっと年取った七五三みたいで恥ずかしいんですけれども、私は想像していましたミュージシャンの、本番に向かう姿というのは、よくエグザイルとかがですね、エンジンを組んで行くぞおーってやるのかなと思いましたら、ダンディーズはそんなダンディーではありません。もっとクールです。それぞれがもう最初からずっと念仏を唱えている人もいれば、お手洗いにこもり続けている人もいますし、柔軟体操をしている人もいますが、もう孤高のダンディたちですので、こんなエンジン組んだりはしません。ただ共通なのは、このステージに上がる階段だけは転ばないように、それだけは注意して上がっている姿がおかましいというか痛ましく。さあ、一部のお開きの曲ですが、ストレートのチェイサー。ストレートでお酒をくれ、チェイサーはいらない。チェイサーというのはご存知のように、お水とかソーダとか氷のことです。そんなものはいらない、木一本のお酒をそのままくれということで、まっすぐに生きて、言い訳もまあいいかの付け足しもない、そんなこの素晴らしいダンディたちを描いているように思います。1966年にアメリカのピアニストセロニアス・モンクという方が作曲をしました。ウイスキーをストレートで飲むけれど、ほんの少しだけ常温の水を口に含む、それはもしかしたらダーティーにとってサテンドールなのかもしれません。ストレートのチェイサー。
ますが、ストレート・オブ・ノー・チェイサー、お酒はそのままくれという曲をお送りしました。アルトサックス・平田真嗣、トロンボーン・大内秀夫、ベース・高石和明、いかがでしたでしょうか。第1部お楽しみいただけてますでしょうか。予定よりも5位23で時間取ってしまいましたので、プログラムによりますと、第2部が2時40分開始、45分にしましょう。はい、ここで、上演会議が終わりまして2時45分から2部をスタートさせていただきますので、皆様それまで、手足を伸ばして休憩してください。でこちらで例年通り、楽器に触ってみようコーナーを開催しておりますので、どうぞ老若男女問わず、好きな楽器にぜひ触って体験していただければと思います。ではまた来年でお会いしましょう。過ごしていただきましたでしょうか。楽器の体験コーナー、そして、コーヒーなどを召し上がっていただけたら嬉しく思います。おかげさまで村松ひとみさんの CD コーナー長蛇の列ができておりまして、とても嬉しく思います。ありがとうございます。さあ、メンバーも休憩時間に充電いたしましたので、パワフルな演奏を続けさせていただきます。第2部の1曲目です。ワークソング、1960年にコルネット奏者のナット・アダレーという曲が作曲いたしました。始まり、曲の始まりがとてもパワフルなジャジャーンという演奏で始まりまして、ドラムスのカウント、ドラムのカウントがとてもかっこいい。そして、中盤の、サックスのソロ合戦、ピアノソロへの引き継ぎ、そしてトロンボーンと、まさに、圧倒的な本日の演奏の一曲だと思います。どうか存分に楽しんでください。ワークソング。
ワクソン、ザ・ダンディーズ、ソロサックスのソロ合戦いかがだったでしょうか。平田真嗣、高島康弘、果たして軍配はどちらに行くんだろうですけれども、譲り合ってますが、麗しいですね。ワクソン君、この今日のコンサートでかなりエネルギーを使う演奏でございました。でも実はこの華やかな金管楽器の陰でですね、ずっと演奏の、根底を支えているのがベースと、ドラムスでございます。ドラムス川口洋三、ベース川口洋三、ダンディーたちは、お酒と麗しい女性と、そしてジョークが結構好きです。アメリカンジョークが好きで、特にアメリカのミュージシャンはとてもジョークが好きなんですね。こんなジョークがあります。ドラムスを担当しているミュージシャンがある日言いました。いや困ったよ、この間2時間も鍵を車の中に閉じ込めちゃってさ、2時間ドラムスも積んだまま開けられなくてさ、だもんで2時間だよ、2時間中にベーシスト入れたまま2時間詰め込んじゃったよ。説明しましょうか。鍵と一緒にベーシストも中に詰めちゃった。本来だったらベーシストは中に乗ってるわけですから勝手に開けて出てくれるんですけど、それだけ非常に根気強いベーシストとドラムスがいて音楽が成り立つというところでございます。なぜこういう意味もないようなことを申し上げるかというと、この時間かなり息切れが始まっておりますので、ここで時間を稼ぐということにしております。この辺は野球と同じでですね、監督から、ボディサインが出ておりまして、もうちょっと話せというふうに話させていただきます。さあ、2曲目でございます。トリニータ、もともとはですね、宗教的なことで賛美一体というような言葉の背景もございますが、ここでは楽譜上三連符、三連符というのが続いている楽譜からこの曲ができたのではないかと、今日ソロを取らせていただくフリューゲルホルン、小俣隆が、解説しております。持っておりますフリューゲルホルンですね、とても、高価そうな楽器 で小俣さんにですね、この曲の背景を聞いたら非常に親切に、なんか取りに行ったんじゃないのって一言でつまんされてしまいました。そんなとても素敵な小俣さんの演奏で、マーク・テイラーによりますトリニータ、ぜひフリューゲルホルン、翼のついたホルンの音色をお楽しみください。トリニータ。
てもロマンティックなトリニータでしたよね。本当に光り輝くような尾端さんでした。初めて言わせないです。ありがとうございました。さあ続きまして、お歌の曲をお届けいたします。 It's only a paper boy。 ここでは幻のトロンボニスト小田和夫さんが歌わせていただきます。イエイって言いますけど、1933年にハロルド・アーレンさんが作曲しました。エドガー・イップ・ハーバールとビリー・ローズが作詞をいたしました。かの有名なジャズのシンガーエラ・フィッツジェラルド、あるいはナット・キング・コールが歌って大ヒットいたしました。1933年ですから、アメリカでは大恐慌に関わる時代でございます。まだ、個人でカメラを所有することもない時代でした。写真を撮るにはカメラ写真の専門店に行って写真を撮る必要がありました。そんな時、その写真屋さんで写真を撮る背景の幸せの象徴としての一つが、三日月のような段ボールに座ってポーズを撮るというのがとても流行っておりました。人生の幸福な時を三日月に座って記録する、そこに、非常に経済的に豊かじゃなかった時代のアメリカの一生懸命幸せになろうという象徴があったと思います。ペーパームーン、ほらただの紙の月だよ。段ボールの海に船を漕ぎ出していくのさ。そんな光景まで素敵だと言ってくれるのは、君が僕を本気で信じてくれるからだよ。現実的でもなくて面白みもないんだけれど、君が僕を信じてくれるなら、みんなみんな幸せになると思うんだ。 It's only one paper moon の中蔵。Can be, but it makes me believe.
ありがとうございました。ダンディーズのナットキングコールカツオナットキングコール小田和夫でした。ザオリアコーナーです。続きまして、ストレンジオンザショアという曲をお送りいたします。この曲はですね、ストレンジオンザショアというイギリスのドラマがありまして、この主題歌なんですけれども、イギリスのクラリネット奏者でアッカー・ビルグという方が作曲いたしました。このアッカー・ビルグはですね、少年時代ソリで遊んでいた時に不運にも雪の下に隠れていた岩で指の第一関節を失ってしまったんですね。そういうアクシデントを起こしてしまいましたが、これはクラリネット奏者としては致命的なアクシデントでした。しかしこのアッカービルグさんはそれを克服したばかりか、逆手にとってなくした指の柔らかな肉のクッションを生かしてユニークなクラリネットトーンを生み出しました。唯一無二のサウンドメロディーになったんですね。今日はダンディーズのプレイヤーこう言って平野敦子がこのアッカービルグの美しい美しいメロディーを平野敦子自身の美しさとクラリネットのもうちょいだってもう言えない、クラリネットの音色の美しさと相乗効果で楽しんでいただければと思います。このぐらいでよろしいでしょうか。満足いただきました、はい、ではストレンジャーオンザショア、白い渚のブルース
ございました。ストレンジャー・オン・ザ・ショア、白い渚のブルース、クライネット平野敦子。ダンディからイエイエイと声が出て、ちょっとひんやりしていただきたいすいませんね、謙虚に謝ってる方が、まるでルパン三世の中の藤子ちゃんのようでしたけど、次の曲は、まさしくそのルパン三世のメインテーマを今度はお届けしたいと思っております。先ほど、このお書きになったモンキーパンチ先生が66歳で再び自分の絵に不満があるということで学び直すために大学へ入り直したということを申し上げましたけど、私たちもこうやって楽器を練習したり、曲を読んだり、もう本当に実はあの楽屋で先ほど話しぶってみたりしましたけども、実はあの楽屋でこの本番直前まで楽器の練習をしているメンバーもいました。そのぐらい、みんな本当にあの真摯な心で、このステージに向き合っているのは、やっぱりいつまでも高学心がある、それが大切なのかなと思います。水氏の、あの教育的な、向上心のおかげで、こうやって生き生きブラザーも使わせていただき、また生涯学習にとても尽力していただいているのは、先ほどの西井教育長さんをはじめ皆さんの力だと思って感謝しております。私も本当に下手くその下手くそながら、この伊豆市の生涯教育で、社交ダンスを学ばせていただいております。まあ、そんな風にして、みんながあの年を取っていっても、楽器に夢中になったり、歌に夢中になったり、文学や音楽や芸術に夢中になれたら素敵だなと思います。今度はメインテーマです。
ありがとうございました。ルパーズ三世メインテーマ、思わずミュージシャンだったら笑顔が転びましたが、水補給してください。してますね。水分補給ここでお願いいたします。リードトランペット藤曲邦夫。リードギター村田幸雄。お茶飲んでる場合があります。田口さん、私個人的にハイハットっていうんですか、そのチキチキチキってすっごいかっこいいと思った。今ちょっとやっていただいていいですか。やっちゃっていいんですか。チキチチキチそうそうそう、かっこいいですよね。なんか本当にオイラはドラマみたいな感じです。さあ次の曲です。バイミービストゥドシャン。聞き慣れない言葉ですが、これはイディッシュ語といいまして、ヨーロッパにかつてからある古い言語の一つでございます。英語的に訳すと素敵なあなたということで、歌詞としてはどうぞ説明させてください。バイミービストゥドシャンってあなたが大したものってことよ。あなたがこの国で一番正真正銘の美男子ってことという歌でございます。戦時中にアンドリューシスターズというアメリカの3人組の歌姫が戦地を慰問して戦場で戦いをしている兵隊たちにお歌を届けました。マイミー・ビストゥドゥシャン、素敵なあなたはその一曲でとてもヒットいたしました。背景としては戦争ですから悲しい背景がありますが、軍服を着て彼女たちはアンドリューシスターズと名乗って戦地を慰問しておりました。この曲の中では、野田和夫のトロンボーンとそして平野敦子のクラリネットがバトンタッチをしながら生きている演奏をお届けします。そしてここで再び、ダンディーズの歌姫村松ひとみを呼びたいと思います。村松ひとみ。もう夜会服に着替えてもらいまして夜のパーティーの準備も出来上がってまいりまして、とても素敵ですね。いいものを見せていただきます。それではよろしいですか。 CD も売れてることだし気分良くなってます。バイミービストゥドゥシャン、素敵なあなた。Bye.
ありがとうございました。バイオリン・ディスティブシャン、素敵なあなたでした。トランペットセクション、箕輪秀則、大木翔介、小畑隆、藤原の君よ。トランペットセクション、東野豊、神戸敦、野田和の大内秀夫、頑張ってもう一曲聴かせていただいて、はい、よろしいでしょうか。はい、お願いします。次は、ワークソングと同じぐらいにとてもパワフルなお歌です。キャラバン。ドラムスが一段とパワフルに響くこの曲、1937年にデューク・エリントンが作曲いたしました。夜、頭上に星が明るく輝き、瞬く光の神様が来るように我らがキャラバンを照らす。このキャラバン、最後の最後の最後に歌姫の村松ひとみさんが渾身のシャウトをいたします。なんか出ちゃうんじゃないかっていうぐらい凄まじいシャウトですが、先に言っちゃいますか。皆さん、楽しみにしてください。もうね、本当に素晴らしいシャウトです。これを受け取ってぜひ帰ってください。キャラバン。
からは村松ひとみ。この美しい村松さんからこのシャウト、素晴らしいですね。本当に皆さん受け取っていただけましたか。第1部で申し上げたようにジャパニーズスタンダードインジャズふるさと受付でたくさんたくさん皆さんにお求めいただきありがとうございます。もう残分わずかでございますけれども、ぜひお求めいただければありがとうございますということで通訳させていただきました。楽しいひとときはいつもあっという間に過ぎるものでございます。プログラムをご覧いただきますとお分かりのようにもう残り1曲になってしまいました。ここでミュージシャンに向かってですね、あなたもいただけるということを伺っております。川口良三さん、はい、なんかあなたも来てますよ気をつけて帰ってください。やっぱりお前さんにピーってやられたりました。それではお開きの曲でございます。今日は本当に長いコンサートをつけていただいてありがとうございました。初めての方お楽しみいただけましたでしょうか。ありがとうございます。開会を約束してここで1年ぶりに会っていただいた方、本当にありがとうございました。また会場にお会いしたいと思います。それではお開きの曲です。ぜひ皆さん手拍子でお付き合いください。曲はSing, sing, sing.
第6回サンズイズ平成総会最後までお付き合いいただいて本当にありがとうございました。さあサンズイズ、どうもありがとうございます。本当にお付き合いいただいて幸せです。聞いていただく方があってコンサートが成り立つんだなと本当に実感しております。それではアンコールに応えまして、今日はアニメーションの歌をたくさん届けさせていただきました。ここではもう一つキテレツ大百科という藤子不二雄先生がお書きになった、アニメーションを、初めてのチューという曲をですね英訳したのがございまして、マイファーストキスという曲なんですが、眠れない夜、君のせいだよ、さっき別れたばかりなのに、ほっぺたがとても熱いんだ、燃えている For you。 なぜ村田さんこういう曲なんだのはよくわかりませんがとても甘い曲で、ただこの今日のコンサートの、裏テーマに、キスというのがあって、これはとてもとても心を温めるものだなということで選ばれたんじゃないかなと思います。My first kiss、 村田由紀夫。
me again. I just swear to go. All my dreams are so low. Even in sinking, I keep you to you. Give me it to me to you.正真正銘の本当の今日のお開きのプレゼントでございます。もう一度村松ひとみさんお願いします。今日は本当にありがとうございました。また再会を約束しながらアンコールのラストアンコールにさせていただきます。1978年、昭和53年に発表されました山口百恵さんの曲、阿木燿子作詞、宇崎竜童作曲、プレイバックパート2という曲がございます。この曲実はプレイバックの後になぜパート2がついてるか、パート1がないのになぜパート2なんだろうと、ご存知の方もあるかもしれませんが、現実には実はパート1の曲があります。間飼野浩二さんというプロの作曲家がパート1を作ったんですが、どうもしっくりこないということで、宇崎竜童さんが急遽もう一曲の作曲をいたしまして、パート2になったという疑惑がございます。曲の途中でピタッと音が止まるところがありますが、この曲カセットテープの時代にできた曲です。まさにプレイバックでカセットテープをボタンを押して巻き戻している時間だけ音が止まっているという構成になっています。ですから音が止まった後はまた昔のシーンが出てくるということになっています。そんなことをお聞きになりながら、アンコールのアンコール、村松ひとみプレイバックパート2.
ありがとうございました。さあ、ダンディーズ、村松ひとみ、来年またここでプレイバックお願いいたします。お帰りください。また元気で1年後にお会いしましょう。さようなら。